朗報、お猿さんのシャーロット命名騒動ついに英国王室がコメント発表へ動物園に苦情を400件イギリス王室名前の付け方は自由大分県の高崎山自然動物園が生まれた赤ちゃん猿に英国王室の王女であるシャーロットという名前を付けたことから苦情が相次いだ問題で ついに英国王室広報がコメントを発表しました英国王室広報は赤ちゃんザルにシャーロットという名前を付けたことについて付け方は自由と述べ抗議や禁止する考えがないことを強調していますイギリスではシャーロットは一般的な名前でこれをさらに付けようが別に影響がないと見ているようです